京ヘッドラインチャンネルをご覧の皆さん、どうもウルフハルハーモニーです。僕たちウルフハルハーモニーはボーカルとラップに特化した4人組グループです。僕たちウルフハルハーモニーは一人一人の人生、そして音色がハーモライズしていく、はい、本当に唯一無二の4人組ボーカル&ラップグループになっています。はい、まずはリーダーのジョシです。イエー、はい、僕の夢はウルフ、そしてウルフの応援してくださる皆さんとスタジアムに立つこと、そしてこの4人が最強の愛の戦士になることです。僕たちなら絶対になれると思っています。そしてそんな僕たちに皆さん絶対ついてきてください。よろしくお願いします。はい、 A B C D E F G だのヒロットでーす。かわいい。クック。イエイ。あの名字が珍しくて、クツノっていうのであだ名でクックって呼ばれてるので、クックいけ。クックで覚えてください。よろしくお願いします。イエーイ。鈴木です。僕も名前が珍しくて、下の名前が鈴木っていうので、ぜひ鈴木じゃなくて鈴木で覚えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、僕たちの武者修行では、本当にいろいろなジャンルの、曲をパフォーマンスさせていただくので、笑ったり泣いたり、楽しんでいただけるような、ステージになっているので、ぜひお越しください。お待ちしてます。お待ちしてます。僕が武者修行で実際に生領事を見て感じてほしいところは、ここのくぼみを感じていただきたいです。3倍じゃない、森、はい、の深さ、はい、やっぱり屋外だとか室内のそういう照明とかはすごく上から当たることが多いので、すごいここからが真っ黒になっているのを、そのなんか彫刻さをすごく見ていただきたいのと、まあ、音楽でいうと僕はすごく低音ラップだったりを担当しているので、その倍音の響きを感じていただきたいです。僕の武者修行で注目してほしいポイントは、スイートリンというデビュー曲があるんですけど、その中のパートで雨のち恋模様というパートがあるんですけど、そこをセクシーに歌うので、そこを注目していただけたら嬉しいです。あと、なんといってもラップ僕してるので、ぜひ注目してください。お願いします。お願いします。はい、僕の、注目してほしいところは、綺麗な高音です。映像で見てたあの方も、ぜひ、実際に僕の歌声を聴いていただけたらと思います。よろしくお願いします。僕の武者修行で注目していただきたいポイントは、なんといっても僕の歌声、曲に引き込む力、そこを見ていただきたいと思います。そして来た方みんなと、目を合わせたいなと思っておりますので、皆さんとしっかり目を合わせていきたいと思いますので、ちゃんと僕のこと見ててください。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。僕たちのデビュー曲スイートレインなんですけれども、友達以上恋人未満の2人の関係を描いた曲になっていて、雨の中、あいあい傘の下で、なかなかこう言いたくても言えない思いがこうリフレインして溢れ出した時に、高鳴る胸の鼓動、それが、曲の途中から入ってくるビートとですね、すごくリンクして、ラブソングなんですけれども、めちゃくちゃ疾走感があって、皆さんも一緒に体を揺らしながら楽しめる楽曲になっていると思いますので、ぜひ、そちらも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そして曲中の振り付けでですね、はい、手をこう顔の前でパタパタパタする振りがあるんですけれども、よだよだというところで、これやらせていただいてるんですけども、はい、ぜひ皆さんも一緒に真似して楽しめると思いますので、こちらもぜひ一緒に楽しんでいただきたいと思います。ぜひやってみてください。やってみてください。このスイートレインという楽曲の MV はですね、まだちょっと解禁前なので、まだね、なかなかね、はい、言えることが少ないんですけども、この MV はですね、およそ24時間かかっていて、はい、いやめっちゃ頑張ってますね、本当に丸1日でしたもんね、撮影が1日、本当にね、スタッフの皆さんと、そして僕たちと、ね、支え合いながら、もう本当に作り上げた本当に大切な MV にもなっていて、あとはですね、初の出来事が結構たくさんあったりとか、はい、多いね。まあ僕で言うとね、
あったりとかクックで言うとああ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 あ
やっとスタート地点に立てたので、ここからラブレッドの皆さんと共に爆速で駆け上がりたいと思ってます、はい、ぜひ引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、僕たちは今武者修行で、全国各地を、ライブで回らせていただいています。ぜひ僕たちのホームページだったり SNS をチェックして、ぜひお越しください。よろしくお願いします。僕たちウルフハウルハーモニーは YouTube もやらせていただいていて、その YouTube ではですね、カバー動画だったり僕たちの普段の姿だったり、いろいろ上がってますので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいです。そして10万人登録を目指して、頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントたくさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。チャンネル登録はこちら概要欄からよろしくお願いします。お願いします。お願いします。これやりたかったやつ。